はい、ということで、ミサスティーブをご覧の皆様、ちょうど、どのぐらいでしょう。2週間ぐらい前かな、こりちゃん。そうですかね、1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらい前かな。あれ、アンナ、次、前回来たのいつだっけ。この間来たのいつだっけ。バレンタインか。そうかそうか。まあ、バレンタインの終わりに、コーチにバレンタインなくなかった。前回2月のバレンタインの日に、本当に久しぶりに、来てくれたアンちゃんですけども、まあ、あれから約今日が3月の、20日ですから約1ヶ月今日、まあ、伝えたことをずっと、神戸に戻ってですね、練習をしてまして、で、まあ、ちょうど、この3月20日からまあ連休に入るということで、急遽小田原に行っていいですかということで、お父さんがね、車で運転して先ほど到着しました。で、今日この後レッスン終わってから、今時刻はもう夜8時になりますけども、レッスン終わってからまたそのままもうとんぼ返りで、神戸に帰るということなんでね、本当になんかこう、6時間もかけて、レッスンに来て、その後またすぐ6時間かけて帰るという、まあそういう意味では本当にその、まあ、そこまでね、こうレッスンを受けたいっていう気持ちがあるっていうのは本当コーチ冥利につきますね。なのでせっかく来てくれたんでね、前回の状況からどの程度変化しているのかをですね、ちょっと見ながら、アドバイスをしたいと思います。はい、あんちゃん、ということで、前回レッスンに来て、それで、まあ、いろんなことをちょっとアドバイスをして、で戻って自分なりにやってきて、まあどうだ、なかなか思い通りに今行ってる感じじゃない感じ。コース出ると打てないし、打てないし、なんか一個できても次ができないから、そっか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 。まあでもゴルフはさ、その根本的なそのスイングの仕組みをちゃんと理解すると、あっちもこっちもこっちもってこうあんまりこうたくさんこう意識することってあんまり必要ないから、だから今のこう自分の現状がね、前回からどのぐらい変化してるのかと、それと、まあこれからまたさらに高校生に向けて、まあもうちょっと休みの期間もあるし、高校入ってからもゴルフ続けるわけでしょ。だからそれに向けて、まあ多分学校が始まったらもう多分またずっと来れなくなっちゃうだろうから、とりあえずまあこの休みの期間の間にある程度こう方向性をちゃんと自分でしっかり理解して、それでまあ練習に取り組んでもらうという感じかな。なのでまあとりあえず今の現状がどんな感じかちょっと見せてもらっていいかな。はい、まあ前回そのティーを高めにしてずっとこう練習して、まあいろんなことをまあ伝えましたけど、どうなんだろう、でもね、あんなね、マジでね、前回よりかはね、はるかにいいと思う。本当に、はるかに良くなってる。だから、この1ヶ月間、まあ、たまに動画とか送ってくれてたけど、やってきたことは相当いい感じだと思う。だから、もちろんすぐに結果につながらなくてもいいから、まあ、相当多分こう変化が明らかに感じられるから、そこはちょっと自信持った方がいい。はい、ちょっともう一回やってごらん。いや、明らかに良くなってるじゃん。なあ。だから多少まだこう左右にぶれることはあっても、やってることは決して間違えてないから、ちゃんとしっかり練習してきたのが分かる。もう一回やってごらん。いい、全然悪くないよ。だから前みたいにさ、こうさ、こういうのとかはさ、今あんまり出てないじゃん、こういうのもね。ちょっとじゃあ構えてみて、ちょっとアドレスしてごらん。まあ、前回もう一回ちょっと大きな円を作ろうということで、こう
バックスイングを遠くにして、ね、でここからクラブをこう下ろしてきて、ここからこう遠くにして、もうこうフィニッシュをしたんだけど、はい、とちょっときついよね、うんうん、そうだまだこういうフィニッシュからするとちょっと構えてかな、うん、ここで少しまだこうちょっと当てにいく動作はちょっとある、あるのは事実なんだけど、前に比べたらすごくバックスイングもすごくシンプルになってきたし、振り方もそんなにこう癖が少し取れてきたというか、うん、悪くはないと思うんだけど、ちょっと構えてごらん。でね、もう一回上げてみて、でそこからちょっともう一回下ろしてきて、そうでちょっとここからここまでちょっと連続で素振りしてみて、そうそう、はい、ストップ。そうするとさ、今さクラブがこう目の前を通過した時っていうのは、今アンナも今ここ見てるじゃん、ここ見てるよね。ちょっともう一回振って、そうそう、そこ見てるじゃん、うん、で今みたいにこうクラブを振った時に少しでいいからちょっとだけこっちを実際ボール席を見ててほしいの、分かる、うん、ちょっとじゃあ構えてごらん、ちょっとでいいからここを見てて、はい、もう一回打ってみて、そう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 、でそういう風になるじゃん、うん、もう一回やってみて、そう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 、 OK OK、 もう一回、うん、OK で、ちょっと構えてごらん。でね、さっきのこう連続でこう振ってる時、ちょっと連続で振ってごらん、もう一回、そうで、そう、そのままこっちに上げて、こっからクラブをこう下ろしてきた時というのは、下ろした時というのは、この右の腕っていうのはここから徐々にこう伸びながらこう戻ってくるでしょ、わかる、右の肘は徐々に伸びながらクラブと腕が一直線になるように戻ってきて、そこからクラブヘッドが旋回してフィニッシュに行くよね。もう一回いくよ、アドレスからバックスイングをしたら、ここからもっと力抜いて、右の肘が連続で素振りしてるときは徐々にこう伸びていきながら、こうやってこっちに抜けてくるね、うん、でまだちょっと上げてごらん、このバックスイングでこう上げた時のこの、もう少しリラックス、この肘あるでしょ、これがね今素振りやる時っていうのは多分無意識に勝手にこうやって伸ばしながらこうフォロースルーにこう向かっていくでしょ、でもボールがあるとまだバックスイングは良くなったんだけど、まだ少しこのままこうやっていきたくなっちゃうのね、分かる、でそうするとさ、ちょっと構えてみて、例えばボールは今ないけど、トップからコーチの手にちょっと自分のクラブの根元を当ててみて、バックスイングしたら根元をここに当ててみて、そう、まあこういう感じだよね、もう一回、ね、はい、でこの当てることを前提にちょっと素振りしてみて、なんかやりづらいでしょ、分かる、分かるよね、それでやりづらいよね、だからこうちょっとかしてみて、素振りの時はこうやって振ってたものが、ね、これってこう曲がった右の肘が徐々にこう伸びながらこっちに来るでしょ、徐々にこう肘が徐々に伸びながらこっち来るよね、そうするとこう自然なこう振り子運動になるんだけど、ね、素振りは結構できてるんだこうやって、でボールがあると少しだけまだボールにこう手がいぎたくなっちゃうのね、でいぎたくなるとここにここがボールだとするじゃん、ここがね、でバックスイングをしてこのままこういう風に来てしまったら、分かる、ここのボールに対して当てるためにはここからどうすればいいと思う、ここからこう来ちゃったらここからどうすればいいと思う、当たる瞬間にこうしないとまっすぐ戻らないの、分かる、このままこう来たら、これ全然こうまっすぐ当たらないじゃん。わかる？こう来たら来れば来るほど、最後にこのままだったらもうとんでもないところになっちゃうから、空振りになっちゃうから、最後にあーってこうやってやんなきゃいけなくなるじゃん。うん、わかる？そうすると、何もないときはこうやって振れてるのに、ボールがある瞬間に
ボール側にこの肘を迎えに行っちゃうのよ、こうやって。わかる？要するにこう、こういうふうに動かしちゃってるの。今ね。そうすると、クラブは、こうやって動かしたら、このヘッドはどうなるかというと、こうなればなるほど、クラブヘッドっていうのはこう落っこっちゃうのよ、こうやって。わかる？わかる？落っこっちゃうのね。このままこうキープしたらむしろ空振りしちゃうのね。だから絶対こう落っこってきちゃうんだ。だからちょっとダフり気味に当たってるのね、今。だからちょっとゴムに当たっちゃうの。ある、ね。ティーアップを高くした時になかなかボールだけクリーンに当てないでゴムに当たってしまうのはクラブヘッドが落っこっちゃうんだけど、落っこってしまうとどうしてもこう落っこちないように頑張ろうとすればするほどクラブは落っこっちゃうの。わかる。むしろ連続でこうやって素振りしてる時は肘は伸びてくるよね、こうやって伸びてくる。曲がったままだとちょっと不自然になるでしょ。わかる。素振りは勝手に腕をこう、まあ、リリースって言うんだけど、こうリリースしながらこうやってるんだけど、ボールがあるとリリースすることを忘れちゃってるのね。ね、ちょっと来てごらん。